多摩信用金庫は東京都立川市に本店を置く信用金庫。通称は多摩信。その名の通り多摩地域を営業エリアとする地域金融機関で神奈川県相模原市にも支店を持つ。1933年12月26日、有限責任立川信用組合として設立。2006年1月10日、多摩中央信用金庫。 八王子信用金庫、太平信用金庫の三信金が合併し、多摩中央信用金庫を存続金庫として発足した。旧、多摩中央信用金庫から引き継いで、国分寺市、国立市などの指定金融機関となっている。2020年5月に本店、本部を株式会社立飛ホールディングスが建設した新外区グリーンスプリングス内へ移転した。 預金の受け入れと、個人、法人への融資という新金の通常業務に加えて、地盤である多摩の地域振興や、企業支援のため幅広い施策を展開している。シンクタンク、多摩新地域経済研究所を持つほか、各市長とも連携している。上記のほか、優れた技術やビジネスモデルを表彰する、多摩ブリューグリーン賞、企業マッチングを支援する、玉の物産 輸入品商談会なども主催している。多摩信用金庫旧本社ビル調布にて、店舗81店、ATM60 箇所詳細は、多摩新地域文化財団を参照。旧、多摩中央信用金庫の多摩文化資料室を母体として1991年4月に設立され、2012年4月に公益財団法人に移行した。機関の郷土市、 タマの歩みを発行しているほか、タマ新歴史、美術館を運営している。2020年5月から新たな本店、本部棟の1階に開設されたタマ新美術館も運営している。タマ新ギャラリー、タマ新、三宅美術館は新美術館に機能移転するため2019年9月末に閉館した。2015年に八王子市がプレミアム付き商品券を発売。 同年7月に第二次販売を実施しないの金融機関などに販売を委託した。この際に販売を担当した同心金の恥指定の職員計56人が委託先の立場を悪用する形で割当て分から302セット151万円分を事前購入し、うち10セットを同心金の顧客に優先販売していたことが同年7月28日に判明した。 並んでも商品券を購入できなかった市民が市や同心金に抗議して発覚したもので、同心金は前回の一時販売で商品券が売れ残ったため、今回も売れ残るだろうと思い、軽率な判断をしてしまったと公式サイトで謝罪した。同心金は未使用の商品券を返却し、使用済みについてはプレミアム部分を返納するとした。市は、 貴重な税金を使った事業で二度とこのようなことがないようにと厳重注意した。さらに、同年8月、秋島市のプレミアム付き商品券でも同様の事例があったことが判明した。新たに、八王子市と秋島市の4地点で157セットの不正販売があったことが発覚し、前回発覚分と合わせて459セットに及んだ。プレミアム付き商品券は、 地域の経済振興のため発行され、市内の店舗などで買い物する際にプレミアム付きの金額で利用できるもので、八王子市では5000円で6000円分、秋島市では1万円で1万2000円分の買い物ができる。同心金は二次販売の業務委託料を返納し、市は職員の懲戒処分などの対応を求めた。同心金は会長と理事長が 報酬1ヶ月分を全額返上、役員15名の報酬を減額する処分を発表した。ありがとうございます。